野口駅は、かつて、兵庫県加古川市野口町両屋に存在した、日本国有鉄道高砂線、別府鉄道野口線の駅である。高砂線と野口線の接続駅だったが、両線とも列車本数が少なく、付近を走る国鉄山陽本線や山陽電気鉄道本線がこの地域の旅客輸送の大半を担っていたこともあり、市街にあり、 加古川市役所からは一番近い鉄道駅だったにもかかわらず日中は乗客は多く見られなかった。駅舎のない無人駅で島式ホーム一面二線の配線となっており西側のホームを高砂線が東側のホームを野口線が使用していた。ホームの北端には一応改札用の柵も設けてあったがほとんど利用されていなかった。野口線には 客車列車時代の名残で、木回し線は残存していた。その姿から、日本一寂しい国鉄、私鉄の接続駅と呼ばれることもあったとされる。野口五郎がアイドルとして、人気絶頂だった1970年代には、幸福駅に始まる、演技駅名ブームの中で、愛媛県の五郎駅と合わせて紹介されることがあった。ただし、その頃すでに当駅は、 無人駅で入場券や野口から五郎行きの乗車券を買ったりすることはできなかった。野口駅跡付近の高砂五線跡は車道として別府鉄道野口線跡は歩道として整備されており、野口駅跡には駅があったことを示すモニュメントと線路、車輪、駅名標が置かれている。ありがとうございます。